3時になりました。ラジオお聴きの皆さん、こんにちは。お昼のひとときいかがお過ごしでしょうか。 FM 読谷グーチョキパースタジオから生放送でお届けしております、子育て応援団の恵子先生です。本日も4時までのんびりお付き合いください。今日はとっても可愛い、皆さんがスタジオの方にゲストとして来ておりますよ。後でまたご紹介したいと思います。それではお聞きください。オープニングはビルディングブロックスのキジムナーの子守唄です。改めましてこんにちは。FM 読谷グーチョキパー子育て応援団の恵子先生です。2017年平成29年11月25日土曜日、本日のグーチョキパー451週目を迎えておりますが、スタジオから生放送でお届けしております。本日も4時までのんびりお付き合いくださいね。さて、3時というと小さいお子さんをお持ちのご家庭ではお昼寝が終わっておやつの準備をしている頃でしょうか。一緒におやつをしながら聞いているご家庭もあるんでしょうね。お仕事をされている方々はコーヒーブレイク、3時ゆっくりをしている頃でしょうかね。この番組では昔懐かしい童謡やわらべ歌、アニメソングなど子どもたちの歌を中心にお届けしております。またジャンルは違っても、子育て真っ最中のお父さんやお母さんに届けたい情報でありますとか、それから子どもたちに歌い継いでいってもらいたいという歌などがございましたら、どうぞ番組の途中でもね、リクエストくださればと思います。のんびりゆったりとした心のふるさとを一緒に取り戻していけたらいいなと思ってます。だいぶ朝夕しのぎやすくなりましたけれども、でも日中はまだまだ暑さがね、厳しくて汗ばんだりもしますけれどもね、季節の変わり目、体調には十分気をつけてください。かくいう私も鼻風邪をひいておりまして、もしかすると番組の途中に鼻をすする音がね、聞こえたりするかもしれませんけど、ご了承くださいね。さて、今日は何の日ということで少し情報をお届けしたいと思います。今日はハイビジョンの日。郵政省、現在の総務省と NHK が1987年、昭和62年に制定したハイビジョンの日。ハイビジョンの操作線の数が1125本であるということから1125ということで、この日とは別に、9月16日が通商産業省、現在の経済産業省の制定したハイビジョンの日と、ね、なってるんだそうです。1125ということでね、ハイビジョンの日です。そしてもう一つ、あとね、OL の日でもあるんだそうですよ。
働く女性の異業種間の交流サークル OL ネットワークシステムが1994年、平成6年に制定したんだそうですね。1963年、昭和38年のこの日、初めて OL という言葉が女性週刊誌女性自身に11月25日号になんか載ったんだそうですね。掲載されたということで、以前は職場で働く女性のことをビジネスガール BG と呼んでいたんですが、この言葉がアメリカの、まあ隠語、まあ、隠れた言葉でですね、商売をしている、まあ、娼婦という意味もあったらしいということで、そういったことが分かって1963年9月12日に NHK が放送禁止用語としたんだそうですね。これに代わる言葉を女性自身が募集したところ、オフィスレディという OL という言葉を1963年11月25日発売の号から使い始めたということで、これも1125ということでですね、今日が記念日なんだそうです。 OL の日、働く女性の異業種間交流サークル OL ネットワークシステムが、始まった日なんですね。そして、まあ、その他にも、女性に対する暴力廃絶のための国際デーとかですね、あと学問のすすめ出版ということで学、が出版された日でありますとか、あと第1回共同募金が開始されたのもこの日なんだそうですよ。1947年のこの日、第1回共同募金が開始されたんだそうですね。あと中高年の呼称を実年と厚生省が発表したのが1985年のこの日。もう一つ、宇宙飛行士、土井隆雄さんが日本人初の宇宙遊泳をしたのが1997年のこの日ということでね、今日もいろんな、記念の日でしたということでご紹介いたしましたけれど、今ですねスタジオに、ユーストリオもご覧の皆さんはちょっと見えますかね、かわいい、僕と私と来ております。スタジオにはですね、第37回平成29年度読谷村の PTA 連合会主催の読みピーレンと呼んでいますけれども、読みピーレン主催の童話お話意見発表大会で、各学校の代表になったお友達を今日ゲストでお呼びしています。これまでは、読谷村の代表になった、方々を、ね、ゲストでご紹介したんですけれども、ただ各学校の代表になった人たちも本当に素晴らしく、童話お話、意見の内容も素晴らしいという声がありまして、今年はですね、各学校の代表、去年からですけれどもね、各学校の代表の皆さんに、こちらの方にゲストで来ていただいております。先週は渡慶小学校と読谷小学校の、皆さんでした。玉城春さん、比嘉真紀さん、そして亀川森近さん、金じゃなのぞみさん、そして渡慶小学校は山本白さん、山本真由さんでしたけれども、今日はですね、木名小学校のお友達がこちらの方に来ておりますので、自己紹介してもらいたいと思います。皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。自己紹介をお願いしましょうかね。じゃあ、金城さんのからどうぞ。木名小学校5年の金城ゆめです。5年生の金城ゆめさん、はい。そして木名小学校3年の与那葉ゆいなです。木名小学校3年のゆいなさん、はい。木名小学校3年の松本恵馬です。はい、恵馬さんと、この3名の皆さんがね、スタジオの方に来ておりますけれども、高学年の部の男子の部の、金子雅樹さんもいますけれども、今日は、都合のために参加しておりませんけれども、今日は3名の皆さんにこちらの方で童話お話ねをしてもらいます。どうですか、気持ちは。恵馬さん、今の気持ちは。緊張しています。緊張してますか。そしてゆうなさんは。楽しみです。楽しみです。ゆめちゃんは、前はマイクでやってなかったので、マイクでやるときどの音量でやればいいかっていうのが気になって、あ、なるほどね。マイクじゃなくてこう体育館でね、大きな声を出して体育館の後ろの方まで届くぐらいの大きな声でやるんですもんね。あ、そっかそっか、今日マイクだからね、少しまたマイクの緊張もあるかもしれませんね。でも体育館の時やるのと今このマイクに向かってお話しするのと、なんかどっちがやりやすそうですか。やっ
ぱこっちの方がやりやすいかもしれない、うん、大きな声出さなくてもいい分ね、体育館ではもうほんと大きな声出すように頑張った。はい、聞けました。練習したんだね。でこのお話、今日はねこれからやってもらうんですけれども、この童話お話を、やるときにもちろん高学年はね自分でお話書くんですよね、作るんですよね、ゆめちゃんはね、はい、作文を書いて、はい、うん、作文はどのようにして自分で題材は選んだの？選んだのは、うん、きっかけは、はい、将来に残るっていうか、うん、今までで一番嬉しかったことだし、うん、まあ、そういうことをみんなに伝えたかったから、はい、自分が嬉しくって、また本当今度の夢ということも含めてみんなに伝えたいことっていうことで書いたんですね、はい、うん、それでケイマさんはどういうふうにして選んだの？低学年は童話なんだよね、はい、童話っていうか覚えるんですよね、はい、うん、自分には記憶力があるかなと思って頑張って挑戦してみました。なるほどね、こんな長い文章覚えられるかなって自分で挑戦したんだ。はい、それと、ゆいなちゃんはお母さんがこれにしたらっていうからこれにしたお母さんと一緒に選んだんですね、ゆいなちゃんの場合はね、はい、この方があなたの声に合ってるよっていうふうにね伝えたかったのかな。そっかそっか。じゃあ低学年の部はゆいなちゃんもけいまさんも3年生ですよね、はい、だからもう今年で最後なのかな、低学年の部は、はい、童話はね、来年からじゃあゆめちゃんみたいにして作文にしないといけないんだね、自分のね。どうですか？作文はちょっと嫌いです作文はちょっと難しそうゆめちゃんは来年も挑戦できるかな？来年も、うん、挑戦したいと思います。ゆいなちゃんは作文書くのが楽しみです。お楽しみなのね、わーすごいな、そして、まあ、もちろん学校でもねいろんなことも頑張ってると思いますけれど、ケイマさんはどの教科が好きですか？学校では理科が好きです。理科が好き、得意なのかな理科ね。ゆいなちゃんはどうでしょう？体育と国語が好きです、うん、なるほど。ゆめちゃんは体育と算数が好きです。ああそうなんだね。今日ねお友達とかね先生たちも聞いてると嬉しいけどね、ラジオね FM 読みたいの電波届いてるかしら。校長先生のお名前は、まあ、校長先生の上間光秀校長先生ね。上間光秀校長先生も面白い先生でね、うん、音楽もなさるもんね上間光秀校長先生聞いていらっしゃいますか？木名小学校のお友達がね3名ここに来てますよ。担任の先生のお名前も聞かせてもらえますか？3年何組？指田夏樹先生です。指田夏樹先生。そして上条直美先生です。上条直美先生2年目なんですけど、はい、仲間翔子先生。仲間翔子先生2年間同じ先生で、はい、ああそうですか、いいですね。まあ、木名小学校はどんな学校ですか？とにかく、うん、明るくて楽しい学校。明るくて楽しい学校ゆなちゃんは楽しい学校。楽しい学校。ゆめちゃんなんか学校が行くのが楽しみになるような、うん、楽しくていい学校だと思います、うん、そうだね。本当木名小学校はね素敵な自然環境にも恵まれてね、とても綺麗だしね、近くにはザキミ城址なんかもありますもんね。これ全国インターネットで全国の人が聞いてるかもしれないよ木名小学校のことね、今度行ってみようかななんてね思うかもしれないね、それ聞いてね。観音堂とかもあったりしますよね。木名音楽祭っていうのも有名ですよね、はい、音楽祭にも皆さんも出るの、はい、合唱部が出る？あんまり出ない。ああそうか、音楽はね、音楽部は合唱部でね出ていたんだけれども、じゃあ、この後、CM の後ですね、早速ケイマさんから童話やってもらいますけれど、大丈夫ですか？ドキドキは気持ちどうですか？覚えてるかな？緊張してるね。でもちゃんと覚えてるよね、はい、でも頑張って、ゆいなちゃんも頑張って続けてね、お二人のお話をして、で30分以降に、ゆめちゃんのお話をやってもらうっていうことにしたいと思います。それではこれから CM なんですけれども、どうぞ、皆さんまたね童話お話大会どんなお話をしてるのかな楽しみにしてくださいね。 CM の後に、童話お話始めたいと思います。それでは CM です。
FM 読みたんグーチョキパースタジオから生放送でお届けしておりますが、本日は、平成29年度、読谷村 PTA 連合会主催の童話お話大会で学校代表になったお友達にスタジオに、ゲストで来ていただいております。今週は、木名小学校のお友達が来ておりますけれど、早速、その、代表の皆さんにお話をしていただくんですが、トップバッターです。それでは、名前を呼びますね。木名小学校低学年の部代表、松本啓馬さん、カッチンカナー。昔のことじゃった。沖縄島の真ん中にな、カッチンという村があったんだそうな。その村の外れにマヤーガマというホラー穴があって、そのホラー穴にはカナーというちっとも働かない男の子がいた。村では男は海に出て魚を取り、また女もな、田や畑でみんな働いていた。ところがじゃ、カナーだけは何もしない。働いているのを見ているだけじゃ。そんなダヤカナーを見ては村人たちはほとほとに呆れ返っていた。そんな夏のある日のこと、カッチンの村に台風がやってきた。米も麦も枯れてしまった。サバにも流されてしまった。どうしよう、どうしよう。おじいもおばあもお父もお母もみんな困ってしまった。かなーよー、だやーかなー、うきれーうきれーという声がして、カナーは目を覚まし、周りを見回した。すると、クモじいがいた。なんか、なんの用か？お前はしょっちゅう寝てばっかりじゃ。少しは働かんと。と言うと、クモじいは巣を作り出した。それをじっと見ていたカナーが、突然、あっと叫んだ。そうだ、これだ、これだ。と言うと、ドドドと坂を駆け下りた。そしてな、アダンのひげをな、キュッキュッと切った。ぐいぐい運んだ。サク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 編んだ。あ、見ろ見ろ、カナーが。え、カナーが。あ、本当だ、ダヤカナーが働いているさ。浜にいる人たちはみなカナーの周りに集まった。なんだろう、クモの巣みたいなものやさ。あ、わかった、網だ、でっかい網だと思うと、カナーの作業が止まった。そしてカナーはすぐ浜へ降りて、魚よ、どっさりかかりたぼうりと真剣に祈った。あくる日の朝のこと、カナーは網を引いてみた。ところが大層重くて引けない。おーい、みんなー、網を引いてくれー。カナーは叫んだ。ん？なんだ？なんだ？と村人たちはカナーのいるところへ駆け寄った。よいしょ、こらしょ、よいしょ、どっこい。
おじいもおばあも引っ張った。おーい、みんな、魚が取れたぞ。グルクンだ、たまんだ。ミーバイじゃ。みんな大喜びだった。カナでかした。カナの働きぶりは隣の村のそのまた隣村までどんどん噂されていったんだそうな。すごいですね。それではもう時間がねないので、また後でお話も聞かせてくださいね。次のお友達の、与那覇結菜さん、じゃあ準備お願いしますね。5分以内でお話しするんだよね。ね、それでは、続けて喜納小学校低学年の部、与那覇結菜さんによります、俺も明日はスーパーマン。では与那覇結菜さん、よろしくお願いします。真っ青な空の下、俺は今日もゴミ収集車にゴミを放り込んでいた。この仕事について3ヶ月。小さい頃はかっこいい弁護士を夢見ていた。高校の時の友達は大学に行ったり、親の店を継いだり、なかなかうまくやっているのに、俺は毎日ゴミ収集。むわっと生暖かな風が吹いた。それは俺を笑っているような嫌な風だった。おーらーい、おーらーい。先輩の加藤さんは相変わらず元気な声だ。加藤さんはこの仕事嫌いじゃないのかな。頬を流れる汗を気にも留めずにゴミを投げ入れる加藤さんを横目でチラッと見ながらそう思った。マンションの前に来た。ここのマンションはでーんとバカでかい。はあ、山積みのゴミを前にため息をつきながらゴミ袋を両手に持った。あれ、足元のゴミ袋にゴミを集めるお兄さんたちへと書いてある封筒が貼ってあった。なんだこれ。俺はよくわからぬままそれをポケットの中に押し込んだ。昼休みタバコを買いに自動販売機の前に来た。財布。ポケットに手を突っ込んで思い出した。そういえばさっきの封筒を取り出して中を開けると紙が入っていた。それはこう書いてあった。僕もいつかお兄さんたちと一緒にゴミを集める仕事をするよ。スーパーマンみたいでかっこいいもんね。それまで待っててね。その下にスーパーマンらしい男の人がゴミ袋を持って空を飛んでいる絵が描いてあった。え、スーパーマン？ゴミ集めが？びっくりした。こんなことを考える子供もいたんだ。それからこの手紙を加藤さんに店に行くことにした。加藤さんはコンビニのおにぎりにかぶりついていた。あまりにも美味しそうに食べていたから食べ終わるのを待ってから話しかけた。加藤さん、これを見てください。加藤さんは手紙を見るとニコッと笑った。この子はな、こうして時々手紙をくれるんだ。最初見た時はいたずらかと思ったよ。でも何度もくれるから、へえ、こんな仕事がかっこいいと思う子もいたんだって思ったよ。けど俺もそんな目でどこからか見られていると思うと悪い気はしないよな。そう言うと立ち上がり、今じゃ俺もスーパーマンだな。
と言って右手を上げ、スーパーマンの真似をしながらおにぎりのビニールを捨てに行った。俺はその後ろ姿を見て、加藤さんってかっこいいのかもなって少し思った。次の日、オーライオーライ、空まで届くようなでっかい声を出して、ゴミ収集車の後ろに堂々と立った。ビューッと勢いよく風が吹いた。その風は俺に頑張れって言っているような気がした。あー、すごいですね。じゃあ椅子を引いてどうぞ座ってください。よかった、2人の番組ね、ちゃんと番組内でできたのでね、よかったですね。時間がね、すぐにね終わってしまうので。でも2人ともすごい時間通りなんですね。5分間でちゃんと終われるように頑張ったのね。どうでしたか、ケイマ君、この舞台の中でやって、ステージの中でやって、スタジオの中でマイクに向かってやって、どうでしたか、感想は。ちょっといつもよりも頑張って言えなかったような、うん、いつもよりはちょっと違う、もっともっと大きな声でいつもはできてるのね。ああ、そうなん。でもとっても上手でしたよね。それから堂々としてました。それからゆいなちゃんはどうでしたか。今マイクだったら体育館ほどの声を出さないから、いつもより話せなかった。いつもより話せなかったんだ。聞いててどうでしたか、ゆめちゃん、今の2人の、自分が低学年の頃とかもやったけど、表現するときとかに今の見てたら吸い込まれるような感じになって、まあなんて素敵な言葉、吸い込まれるようだったってすごいね。じゃあもう今一度このスタジオでも拍手しましょう、みんなでね、はい、すごい素晴らしかったですね。この時間内にね終われるかなと思って、途中で切れちゃったらどうしようと思ってドキドキしながら私も聞いてたんですけど、でもとてもね時間を守って本当に時間内に放送できましたね。それではここでまた CM です。FM 読谷グーチョキパスタジオから生放送でお届けしておりますけれども、先ほどは平成27年読谷ピーレン主催の、あ、ごめんなさい、第37回か、平成29年読谷ピーレン主催の童話お話大会第37回目を迎えているんですね。童話お話大会の低学年の部で、喜納小学校の代表の、松本恵馬さん、そして与那覇結菜さんが、お話ししてくださいました。もうねおせおせです。その時間内に終わるかなとこうヒヤヒヤしながらだったんですけども、しっかりとその時間内に収まったお話動画をねしてくださいました。今日は3名のお友達なんですけれども、先週は実は6名だったので、本当に時間をね何秒何秒という中で放送したんですけれどもね、ユーストリームでご覧の皆さんも、皆さんのね子どもたちのその緊張感とか、それからまたねすごい上手なんですよね。そういったのが伝わったんじゃないかなというふうに思います。ではここではですね、今日の、高学年の部で、代表で、お話をしてもらいますが、この高学年の部というのは、童話を覚えるんではなくて、自分で
作文を書いて、その作文をお話しするんですね。それが高学年の部の、童話ではなくてお話大会なんですね。そのお話を今日ここスタジオでやってもらいたいと思います。それでは、童話お話大会お話の部高学年代表金城ゆめさんによります金メダルへの挑戦、よろしくお願いします。優勝するぞ。おー、リレーメンバー4人で円陣を組み、気持ちを一つにしました。今年の夏も児童オリンピックに出場することになりました。私たちを見たアスリートは週3回陸上競技場で練習しています。走るとき私が意識していることは2つ。1つ目は肩に力が入らないようにすること。2つ目は首が前に出ないようにすることです。飛行機が離陸するときのように体をだんだん起こしてスピードを上げていくんだよ。父は速く走るためのポイントを分かりやすく教えてくれます。いつものように練習をしていたある日、私はやる気がありませんでした。その気持ちが走りにも出てしまい、バトンをうまく渡すことができませんでした。そんな私を見て父は厳しい顔で、夢は自分に甘いんだよ、リレーは4人の気持ちが一つにならないとうまくいかないんだよ、と低い声で言いました。その言葉は私の心に響き、リレーメンバーに申し訳ない気持ちになりました。私が変わらないといけない、そう決めて2人の姉からアドバイスをもらったり、速い人の走りを観察していいところを見つけたりしました。前より足の回転が速くなったね。私の走りを見ていた父が声をかけてくれたのです。どこまでも走りたくなるほど嬉しくなり、児童オリンピックに向けて気持ちがどんどん高まっていきました。いよいよ本番、私たちは1位で予選通過し、決勝までの2時間。優勝したいね、金メダル欲しいね。目標に向かい4人の気持ちはさらに一つになっていきました。招集所へ向かうとき、みんなが一走者の私に、もしもフライングしたとしても攻めたりはしないよ、仲間だからね、と声をかけてくれました。その言葉を聞いて緊張がほぐれました。よし、やるぞ。それぞれのスタート位置に向かいました。5レーン読谷アスリート、青いバトンをしっかりと握り、右手を高く上げました。オンイヤーマークス、セット、ターン。ピストルの音と同時に前だけを見て走りました。コーナーを曲がり、2走のカホさんが見えてきました。はい、カホさんの手のひらに力強くバトンを渡しました。ファイト。3走のメイリさんに届くように大きな声で叫びました。バトンパスもうまくいき、アンカーの千尋さんが一歩ずつゴールへと突き進んでいきます。ただいまのレース1着は読谷アスリート。やったー。私は急いでみんなのところへ行き、抱き合って喜びました。一番高い表彰台に上がった時、スタンドから大きな拍手が聞こえてきました。もらった金メダルは
努力した分とても重く感じました。来年は全国大会で活躍できるような選手になろうね。私たちは新たな目標に向かい挑戦していきます。すごいですね。いやなんか涙が出てきそうになりましたね。ケイマさんとユイナさん、今どうでしたか？ユメちゃんのお姉ちゃんのこの作文を聞いて、お話を聞いて。作文でこんなに書けるのがすごい、うん、あね、こんなに書けるのがすごいね、本当にね。ケイマくんはどう思った？聞いてるだけでちょっと気持ちが伝わってくるような。すごいね、素敵ね。気持ちが聞いてるだけで、その臨場感って難しい言葉で言うけど、その場所にいるようなそんな気がしたね。スタートラインについてる時のね、あの緊張感とかね、バトンを渡す時のあの緊張感がなんか伝わってきたね、本当にね。すごいですね、本当にあの整理された文章でね、気持ちがしっかりと伝わっていましたけれども、なんかこういう経験をしたから書けるんですね、これはね。ね、お父さんもすごいですね、素晴らしいですね。ただ怒るんではなくて、しっかりとね、この自分のポイントというかね、しっかりと教えてくださってね。お父さんがコーチをしていらっしゃる、うん、ね、フェミタアスリートクラブ、はい、うん、もう長いんですか、ゆめちゃんも、はい、少し長い、ね、お姉ちゃんがね、あの若葉姉ちゃん、七瀬姉ちゃん、みんなすごいもんね、陸上ね、陸上一家で、お父さんもお母さんも陸上しててね。で、七瀬ちゃんでしたか、走り幅跳びで沖縄県の記録を作ったのは走り幅跳びでしたね、はい、すごかったですよね。ケイマさんとユナさん、これ見ててどう思いました？僕たちも陸上やりたいなと思った。どう、ケイマさんは？やりたいとは思わないけど、ちょっとかっこいいなって。かっこいいなって、自分がやるということはね、考えないけど、かっこいいなと思った。で、ゆいなちゃんは？陸上やってみたい。やってみたい。でも、ゆいなちゃんは何かやってるんでしたね。体操。体操やってるんでしたね。すごいね、文武両道だね、どっちもね。ケイマさんも何かスポーツもやってるの？泳ぎが得意とか？スポーツは、プール。あ、プール。すごいね。プールで泳ぎが得意なんだ。私は溺れちゃうけど金槌みたいに溺れちゃうけど。あ、そうだね、スポーツもしながら、やっぱり運動もしながら、そしてまたね、こうあの文化的なこと、こういったお話とか、そういったことも上手にできることを文武両道って言うんだけどね、すごいよね。いろんなことにチャレンジできるってすごいね。頑張ってくださいね。あ、そして今どうでした、ゆめちゃん、このマイクの前で。前やったものだから少し覚えていなかったけど、うんうん、だいぶね、期間が経ってるからね、昨日お姉ちゃんに教えてもらったから、そこを少しできなかったから、うんうん、あんまり。 なるほどね。でもとっても上手でしたよ、すごかったもんね。いや、なんかね、ここでみんなの声も素敵なんだよね。童話の声もね、素敵だしね、それからお話もね、やってくださった皆さんの声もすごいよく通る声で、すごいなと思いました。もう一度本当にみんなで大きな拍手をしましょう。ではね、ここで、少しだけもう童話もやって、みんな緊張もほぐれたかな、今緊張してたのでね、一曲だけ音楽をね、プレゼントしたいなと思います。皆さんにプレゼントしたい曲はね、何にしようかな。何かリクエストなんかをね、させればよかったね。秋ですので、少し秋に関わる歌をね、プレゼントしたいなと思います。少しほっとしてね、その間ね、真っ赤な秋にしようかな。沖縄ではなかなかね、真っ赤な秋はまだないけれども、近くに秋らしいのがありますか、皆さんの近くに。どうですか、うん、秋らしいの、なんか小さい秋見つけた。木の葉がハラハラって落ちてきたりする。あ、なんかいっぱい落ちてね、少しまたちょっと涼しくなったりなんかしてるからね、ちょっと秋の歌をちょっとプレゼントしようかなと思います。ちょっと準備をしてますからね。さあ、
それでは聞いたことあると思うんだけれども、真っ赤な秋という曲をねプレゼントしたいなと思います。リスナーの皆さんも聞いてくださいね。真っ赤な秋です。学校で聞いたことあるかな、ね、かな秋でしたけれども、どうでした、聞いたことありましたか。はい、どうだった、学校で習ってるかな。聞いたことないです。聞いたことなかったの。高学年で習ってるかな、まだ音楽の時間っていうか、うん、あでも聞いたことあるね、 BGM とかどっかでね。はい、来年も皆さん童話お話大会またこの時期にチャレンジしますか。はい、はい、ケイマさんね、でも、ゆいなさんとケイマさんは来年はなんと童話ではなくて作文を書いてお話大会にね出るからね。これはゆめちゃん何か皆さんにアドバイスとかありますか、うん、ちょっとこうした方がこういうところ気をつけた方がいいよとか、なんか鍵括弧とか使うところがあって、うんうんうん、話している人の目上の人とか、うん、同じくらいの人とか目下の、下の人に言うときとか、うんに使うところの声が難しいから、うんね、敬語であるとかね、うん、そういったものもちゃんとやらないといけないのね、うん、その上鍵括弧のところも気をつけて、気をつけてねってお返事を。はい。よかったね、近くにこんなことね、アドバイスっていうんだけど助言をしてね教えてくれる人がいてよかったね。じゃあ来年もまたこのスタジオに来てくれると嬉しいなね。またねこの CM の後また、ね、皆さんと一緒におしゃべりをして、そして今日の、早かったね、あっという間に終わるんだけれども、あと次のコーナーが残ってます。それでは CM です。
FM 読谷宮城パンスタジオから生放送でお届けしております。今日はスタジオに、読谷村童話お話大会の、各学校の代表を先週から、それから12月までにかけてですね、各学校の代表の皆さんをゲストにお招きしておりますが、今日は喜納小学校の、代表の低学年の部、それから高学年の部の代表の、松本桂馬さん、与那覇結菜さん、そして金城夢さんがスタジオに来ておりますが、先ほどまでにちょうどお話は終わりました。動画お話は終わりましたけれども、ここで、メールが届いておりますので、ちょっと読ませていただきますね。動画お話に関することではないんですけれども、メール聞いていらっしゃるんですよね、今ね。恵子先生、こんにちは。こんにちは。久しぶりにメールします。はるかママです。はるかママさんからのメールなんですね。先週の土曜日、娘の部活の1年生大会がありました。なんと読谷中学校の卓球部優勝しました。お、すごいね。みんな拍手してあげて。皆さんが行く読谷中学校だよ。で、残念ながら娘は B チームだったので決勝には進めませんでしたが、1勝はしたのでよしとしましょう。このあと12月には新人戦の大会もあります。期待しています。そんな娘に恵子先生からの応援エールもお願いしますということで、また、試合の報告をしますね。楽しみにしていてくださいねということで、ラジオを聞いていらっしゃるんでしょうね。はるかママさんから読谷中学校にね、行ってるんですって。その読谷中学校、皆さんも中学になると読谷中学校だ。お姉ちゃんたちが読谷中学校にいたりしますかね。ゆめちゃんは読谷中学校にいるのね。今読谷中学校のその保護者の方、はるかママさん聞いてるんですって。ね、またね、動画を聞いてますよって誰かメールが来ると嬉しいかなと思ったんですが、あ、メールアドレス今日言わなかったかな。でももう時間がないので、もしかすると間に合わないかもしれませんが、もしね、聞いてますということで、誰かメール送られる方は fm786@fm.yomitan.com yomitan.co.jp グーチョキパー恵子先生宛て、送ってくださると、今ね読むこともできるんですけれどもね、多分まだまだ届かないと思いますね。始まる時にね、メールアドレスではなかったですね、今日はね。あ、でも、聞いてらっしゃる方はこうやって聞きながらメールも送ってくれるんですよ。さて今日こちらの方に来ている、松本桂馬さん、そして与那覇結菜さん、金城夢さんなんですけれども、将来の夢なんかもちょっと聞いてみたいんですけど、じゃあ桂馬さんは大きくなったら何になりたいですか？パン屋さんです。パン屋さんになりたい。いいな。素敵なオリジナルのね、素敵なパンを作ってね。パン大好きなんです私、買いに行くからね。そしたら結菜ちゃんは体操選手になりたいです。ああ、体操選手にね、すごいね。ゆなちゃんもじゃあオリンピック目指して、体操の、ね、オリンピック目指して体操選手になるって、なかなか沖縄はね、体操はそんなに有名なところはどこだろう。中学高校、読谷中学校も体操部ってあるのかな。あったらいいな。あったらいいね。今じゃあどこでやってるの体操は。うるま市かな。うるま市まで通ってるんだ。それで体操やってるのね、かっこいいね。はい、そして、ゆめちゃんです。もうゆめちゃんはもうそろそろ今5年生だから、あとね、来年、再来年は中学生、来年は最上級生。なんか今の夢は どんな夢ですか？と、来年にある全国小学生陸上競技大会の、競技大会のリレーで、今言ったドアンテーハン話した4人でリレーに行って全国決勝に行きたい、はい、あ、すごいですね。行けたらいいですね。全国、そして全国大会で優勝して、またね、高校生になったらインターハイとかね、そしてオリンピックも夢じゃないから頑張ってね。その4名の仲間のお友達の名前教えてもらっていいですか？1層が自分で、で2層がカホって、カホさん、3層がメイリで、メイリさん、4層が千尋、千尋さんで仲良しなんですね、息が合ってないとね、バトンタッチってね、うまくいかないもんね。いや、すごいな。こういうね、自分で経験したことを童話に、作文に書いて、そして童話お話大会で発表してもらうってすごいね。で、みんなもまた、スポーツも勉強もいろいろと頑張ってくださいね。
大きくなっての目標もありますか、ゆめちゃん。大きくなっての目標、将来は何になりたいなと。将来ケイマさんはパン屋さんになりたいし、ゆうなちゃんは体操選手になりたいです。ゆめちゃんは今考えてる、なんかいっぱいあるね、近い将来のね、もう近くの目標を立ててるからね、今それに向かって一生懸命なんだ、ね、大きくなってみんなの大きくなる時のね、読谷村ってどういう風になってるかな、沖縄ってどういう風になってるかな、楽しみだね。じゃあ今日は、FM 読谷グーチョキパーに童話お話し大会の木名小学校のお友達の、ね、代表の皆さんを来ていただきにゲストで来ていただきました。もうあと残りわずかなんですけれども、皆さんにプレゼントしたい曲をちょっと準備してますので、 それと読谷中学校の、はるかママさんの、はるかさんなのかな、読谷中学校のはるかさんに、はるかママからね、エールを送ってくださいとありますので、音楽をお届けしたいと思います。夢を叶えて、みんなの夢も叶いますように、夢を叶えてドラえもんをかけますけれども、その間に皆さん最後に言いたいことがありましたら、ケンマさんから何か、何だろう、何かありますか。みんなに言いたいこと、誰かラジオ聞いてる人がに伝えたいこと、木名小学校のお友達に伝えたいこと。何かありましたら、ゆうなちゃんは？なんかな。何か、ある？わからない。ラジオ聞いてる皆さんに伝えたいこと。わからない。いい？じゃあもうさよならっていう、もう最後なのでね。でもお父さんやお母さんにも感謝だね、はい、お父さんやお母さんが応援してくれたからね、今ここで代表になったりして、うん、スタジオに来たりとかね、それができるんだもんね。お父さんやお母さんにも感謝です。じゃあゆめちゃん、最後に何か伝えたいこと。来年は、うん、多分この中からラジオに出る人、うん、が、うん、出ないかもしれないけど、うん、出れるように勝負するかもしれないので、うん、チャレンジしてね、来年も頑張りたいです。ということで、じゃあラジオを聞いてるお友達も来年はチャレンジして出てくださいって言いたいね、はい、ね、みんなにじゃあさよならってこう言ってくれますか。はい、さよなら。今日は最後まで聞いてくれてありがとうございました。あ、メールが来ました。あと一歩間に合うかな。恵子先生、はるかです。どうはお話し大会聞いてます、みんなすごいですねっていうことで、はるかさんからね、中学生のはるかさんだ皆さんの先輩なんですよ。読谷中学校のはるかさんから、どうはお話聞いてます、みんなすごいですね、はるかよりっていうことでね、はるかさんも頑張ってくださいね。メールありがとうございました。それではさようなら。また、来週来週のお友達はですね、またグーチョキパーにも来週もお友達が来てくださるんですけれども、来週は5名ですね、古源小学校と、それから古源南小学校、読谷中学校のお友達が来週来ます、お楽しみにしていてください。今日は、木名小学校の松本恵真さん、与那覇結菜さん、金城ゆめさんが、スタジオに来てくれました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。また来週、皆さんも体調気をつけて頑張ってください。さよなら。バイバイ